渋沢,渋沢元春渋沢元春渋沢元春10月25日から1975年2月22日は日本の電気工学者工学博士東京大学教授同大学名誉教授名古屋帝国大学初代総長死者渋沢栄一のおいにあたる埼玉県半沢郡千治洗島村の農家に生まれた渋沢一郎の長男母 貞子の実刑が渋沢栄一である。高等小学校卒業後、進学を親に反対されるも進学を決意する。ただ、神常中学は当時の埼玉にはなかったために上京、栄一の娘婿である大倉省の坂谷義夫邸で書生をしながら、一旦成立学者に入学。12月に東京婦人城中学合格が決まり、同校2年時に編入学した。 同級生に小玉秀夫らがいた。同校卒業時、第一高等中学校への推薦が叶わず、日本中学5年次入学、荒川文六が同級生にいた。その後、受験勉強に励み、第一高等学校入学、東京帝国大学工科大学卒業。東大卒業後、当時は、新進分野であった、電気界に身を置くことを考え、 おじの栄一も反対したが、低新将棋士になる。低新将在任中は、電気試験所第一部長、同第三部長、電気局技術課長を歴任した。この間に、電気事業法や電気設備技術基準の前身である、電気工作物規定の制定、電気主任技術者制度の改革に尽力した。その後、東京帝国大学教授、同工学部長を経て、 名古屋帝国大学初代総長に就任する。日本の電気保安体制の確立に貢献し、電気界に渋沢省が設けられた。1955年、文化功労者。趣味は洋曲。刑罰、日本人なら知っておきたい名家。名門、ご時中先祖を処刑図長、土佐の墓、板垣精神。ありがとうございます。